そうそうそう。あーなんか悲しくなってきたな。北海道終わりと思って、ね、終わりと思って、ね、楽しかったからな。最高だったの。函館が105キロ。雪がだいぶなくなったな。来た時は結構あったのに。あったあった、ここも積もってたもん。ちょっと暖かいらしいからね。あ今日は山が綺麗に見えてるな。すごい。もうなんか海で泳ぎそうな雰囲気がある。それかんないけど言っても外4度だね。そうか、車ね、車の中が暑いから高いから。自転車の方が高い。うん、高いね。高いね。すごいね。ここだけで北海道感じれるよね。もともと何メートルあったんだろう。大沼にやってきた。知るんだ。買えた。いくら？390円。なんか変わったみたらし団子、串刺しじゃないみたらし団子。こっちとこっち分かれてる。うん、あんと。あんこの中に入ってるの？お餅が。多分いた。何これめちゃくちゃうまいこの。ちょっと食べさせて。なんかチョコ食べてんのかと思った一瞬。うまくないじゃん。嘘だ。ね？あ、おいしい。おいしいね。お餅がすごい柔らかい。柔らかい、そうなの。また戻ってきちゃったね。テニッシュガーデン。違うよ。男爵ラウンジだってば。知らないの？あ、男爵ラウンジ今日空いてんじゃないの？空いてるんじゃない？見に行ってみようかな。男爵ラウンジ行ってみよう。すごいね。すごいおしゃれじゃない？すごい、ジャムがいっぱい。おいしそうなビーツ。フルーツピクルス。うん、ほんとだ。次はお隣の道の駅。うん、どういう大きさこれ。すごい大きさだ。これ買ってみよう。うん、なんかお待ちになりましたね。急に結構待ちだね。ねえ、なんかいいとこだな。函館山真正面で、右の方に海もあって、あと400メーターくらいだね。あの信号があたりかな。なんていうの、堺鮮魚店かな。堺鮮魚店、右側。あったあった。北海道最後は函館の境鮮魚店で買ったお刺身を食べる。八角っていうね、なんかチョウザメみたいなやつ。顔がね。そう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 。とこっちね、マダラの昆布締め。マダラだよ。タラを刺身で食べるらしい北海道は。うわ美味しそう。いただきます。すんごい脂。そう。うん。タンパク質に見えるのに。めちゃくちゃうまい。タラの昆布締めはどうだ。あ、いいね、なんか締まってて、うん、美味しい、ねっとりしてて。どれどれ、いただきます。脂のってて美味しいね、これ。美味しいね。うん、うん、本当あるね。全部閉まってるじゃん。もう夕方だから。朝しか開かないのか。そうなんじゃない？食べたいの？
あーいいなー。何があるの？すごいあるんだよ。オムライスもあって、ハンバーガーもあって、ハンバーグステーキ、丼、ピザ、何でもあるらしい、ここは。すごいね。あ、カレーもある。ちょっと熱意に函館名物のラッキーピエロ、ハンバーガー食べたくなったから。美味しそうだな。食べていい？いただきます。甘辛系、うん、超うまい。6時の船だからそろそろ向かわないとね。あと1時間半あるけどね。着いた？着いたと思うよ。あ、いたいた。あれ開いてるから、次に出るやつかな。あ、駐車場入り口あるんだ。フィリーが行った。え、駐車場入り口こちら。これ左でいいんじゃない？うん。見て、めちゃくちゃいた牛が。大きい。さあ、積み込み開始か。うん、わあ、北海道さようなら。もう慣れたよ。ここです。お、ここでいいんだ。え、前でしょ。前？前だよね。そうだよね。
上陸上陸っていうか戻ってきただけなんだけどね。無事に本州に戻ってきました。I'm gonna take my time.